4日間で開催された東京ゲームショー2024。私は前半2日間のビジネスデーにインフルエンサー招待枠で行ってきました。ありがとうございました。この動画は雰囲気レポ動画です。使用したゲームの情報は別動画へ。URL を概要欄に貼ってありますので、そちらからご覧ください。バスと電車で GO。周りみんな通勤勢なのに私だけ浮かれていると思うとワクワクしました。会場近くなってくると背中にスチームって書いてある T シャツ着てる人とか現れ始めます。1日目の天気は曇りと晴れの間くらい。暑かった。1日目は折りたたみ傘ではなく日傘を持って行きたかったぐらいです。朝8時35分くらいに駅に到着。一度並ぶところを見ておこうと思い会場へ。思ったより歩きました。混雑していてなかなか駅から出られなかったです。それもあって到着は8時50分ぐらいになってしまいました。並ぶ前に近くの公園に行って環境音を録音することが私のノルマだったため会場周りを歩いたのですが、思っていた以上に会場が大きくてなかなか公園までたどり着けず、海浜幕張の広さをなめておりました。でそのまま録音できずに周りを回って戻ってきた。会場について印刷してマークをつけていたマップとかそういう紙類一式忘れたことに気づきました。大丈夫かなと思いましたけども、なんとか会場前にはチェックインできて並ぶことはできました。この並ぶ楽しみを味わわなければイベントは始まりません。私はインディーゲームを目的に来ていますが、モンハンだけはと思い開幕モンハンの私有整理券をもらえるところに一直線。ちょっと道に迷いました。モンハンの整理券はビジネスデーでさえ1時間足らずで終わってしまいます。すごい。私有台数も体感30台くらいあって、これが AAA タイトル。私は2日間ともインディーゲームの私有とご挨拶の2つの目的で行動していました。インディーゲームが展示されているのはブース8から11のあたり。インディーゲームコーナーだけでも2日間じゃ回りきれないほどの数で、私有も10分以上遊べるブースが多くて時間的にどうしようかなと迷いながら回りました。混み具合は朝はそんなに混まずに11時過ぎたあたりから人が増えてきて、お昼過ぎくらいにはもうとても混んでいるというような状態でした。中には60分以上の待ち時間があるものもあり、遊園地のアトラクションみたいな列ができてました。お昼はメイン会場前に大きなレストランが1つ。こちらは終始混雑していて並ばないと食事ができませんでしたので、私は他の場所で食事をとりました。コンビニがいくつかあったので1日目はホール1前のコンビニでおにぎりとアイス、2日目はホール9前のコンビニでアイスを食べました。夜ご飯は会場近くのご飯屋さんに行ってワンパックのメンバーとご一緒させていただいて、お話をしながら美味しくご飯を食べました。1日目の時点ですっかり体がボロボロでしたが、2日間とてもとても楽しかったです。回りきれなかったことが悔いなので、来年また行けたらもっと計画を練っていこうと思います。ちなみに今回の東京ゲームショーの電車賃やらお昼代やらグッズ代やらもろもろ、メンバーシップや VTuber の活動でいただいた資金を握りしめてに来ました。リスナーさんいつもありがとうございます。そして来年もぜひ行かせてください。あかね青物 TGS 会場雰囲気レポ動画でした。ぜひゲームを私有した動画が概要欄に貼ってありますので、そちら URL もご覧ください。素敵なゲームに出会えますように。最後まで見てくれてありがとう。動画を見て気づいたこと、感想、こんなテーマも見たいなどコメントお待ちしてます。23時からインディーゲームをメインとしたゲーム配信も行っています。夜のお供にぜひ遊びに来てみてください。それじゃあまたねー。